バイキン工場。あるところに小さな小さな、目には見えないほど小さなバイキン工場がありました。バイキン工場は毎日せっせとバイキンを作っています。工場はいつも大忙し。時々工場の中を洪水が襲ってきますが、そんなものへっちゃらです。バイキンたちはあちこちに捕まって流されることはありません。工場の中には研究室もあります。バイキンたちはどうすれば強いバイキンになれるのか、難しい顔をしながらいつも考えていました。研究のおかげでどんどん強くなっていくバイキンたち。作られたバイキンたちは口の中や目の中を目指して出発していきます。バイキンたちが体に入った子供や大人は熱が出たりくしゃみが出たり、苦しい思いをしなければなりませんでした。そんなある日、バイキン工場に大事件が起きました。いつもの洪水がやってきたと思ったら、なんと大量の泡も一緒に押し寄せてきたのです。それは石鹸で手を洗った時の泡でした。大丈夫。すぐに泡はいなくなる。みんな捕まって耐えるんだ。バイキンたちは泡に体を持っていかれないように必死に捕まりました。あっという間に工場が泡だらけになると、泡は右に左に揺れてゴシゴシとバイキンたちを絡め取っていきます。隅に隠れていたバイキンたちもどんどん泡の中へ消えていきます。すぐにいなくなると思った泡は長い時間工場に居続けると、最後には大洪水が襲ってきました。すると工場にいたほとんどのバイキンたちが泡と一緒に流れていってしまったのです。生き残ったほんの少しのバイキンたちはバイキンを増やそうとしますが、すぐに泡が飲み込んでしまいます。作っては消え、作っては消え、バイキンたちはなかなか口にも目にも入れなくなってしまいました。工場は全然動かなくなっていきました。バイキンたちは泡の洪水が来なくなる日を今か今かとひっそりと待ち続けるのでした。おしまい。お話は面白かったぶ。チューブとお友達になってくれたら絵本のプレゼントとかお知らせを送るぶ。動画の説明欄からお友達になってぶ。これからも楽しい絵本をたくさん作るから、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくぶー。